どうも皆さんこんにちは。ちょっといつもとはね、まあ場所が違うというか場所は一緒なんですけれども、ちょっと撮り方を、変えて、今回は座りのスタイルで、やっております。では、今日は、台本にある通り、先日僕のね、インスタの方で、ちょっと動画を上げさせていただいたんですけど、こちらをご覧ください。していくのは、題名にもある通り、まあ、キスのね、ある曲から、学ぶこのペンタトニックスケールと、いうことで、今回はキスシリーズ第2弾と、いうようなことになっております。これはキスの、ラブガンという、楽曲のギターソロになっております。1977年にキスが、発売した6枚目のスタジオアルバムということで、ちょうど私が生まれる10年前ですね。僕1987年生まれなので、僕が生まれる10年前に生まれたアルバムの楽曲になっております。もう約40年ぐらい前の楽曲になるんですけれども、ギターソロっていうのが非常に、これもね、また勉強になるフレーズが多くて、ギターソロの解説をですね、ちょこっとしていこうかなと思います。チューニングなんですけれども、半音下げチューニングとなっております。このラブガンっていう曲は、まあ、Em が、キーになっているので、Em ペンタトニックスケールを中心に作られております。このスケールですね。このスケールも前の動画でも、僕いろんな動画で、アップさせていただいてるんですけれども、まあ、ギタリストとして一番使う、頻度が多い Em ペンタトニックスケール。多く使っております。で、この Em ペンタトニックスケール、まあ、僕よく言われるね、このボックススタイル、このボックスポジションなんですけれども、実はそれ以外の動きもあって、どういう動きかっていうと、この1、2弦のポジションがどんどん上昇していく。このラブガンもこういうものを使っております。まずはこのギターソロの入りの部分ですね、これはソロ入りの Em ペンタトニックの上昇フレーズ、まあ、ちょっとこんな感じです。聴いてみてください。デデル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 デっていう、この3連符のフレーズになっております。どういう風に弾いてるかっていうと、こういう風に弾いてます。このね、まあ、いや、順序よく説明していきましょう。まあ、Em ペンタトニックスケールをでもいいし、6弦の12フレットから5弦の10フレットに行くパターンと、2つ目の音が6弦の12フレットから15フレットに行くパターン、2つ、やり方があります。僕はっていう風に下がっています。なので6弦の12フレットの後に5弦の15フレットに入って、ってやってる。このフレーズね、これめちゃくちゃ実はありきたりなフレーズなんだけれども、意外と難しかったりするので、ちょっと弾いてみてください。まあ、よく、レッド・セッペリのジミー・ペイジとか、そういったギタリストがすごい多用する、まあ、言ってみればちょっと古典的なフレーズすぎて、まあ、弾いたりするのちょっと恥ずかしいんだけど、でも練習にはなるフレーズだと思うので、ぜひやってみてほしいかなと思います。で、
大事なポイント一つ目、まずはね、これ3連符になってるの。っていうような感じで3連符になってます。1つのクリックに対して3つの音を入れる。これは3連符というふうに言うんですけれども、この3連符をまず意識することが大事です。なのでこれをっていうような感じで、まあ、3連符も何も意識せずにただ弾くっていうのではなく、ちゃんと自分の中でリズムとしてタタ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 タっていうような3連符をぜひ意識して弾いてみてほしいかなと思います。なのでこれはいろんなギターソロにも言えることなんですけれども、自分が実今何の音符何のリズムで弾いてるのかっていうのを把握することがすごい大事なのね。というような感じで、8分音符だと1つのクリックに対して2つの音を入れるとか、そういうふうに今自分が何音符、何分音符で弾いてるのかっていうところを理解して、弾くっていうところが大事かなと思います。このフレーズはオルタネートピーキング。ちょっと近くで見えるかな。いきますね。ダナイトピッキングをしっかり守る。これがまずできないっていう場合だと、まあ、めちゃくちゃテンポを落としてやってほしいかなと思います。基本的にはこういう、まあ、メカニカルなフレーズっていうのは、僕は最初オルタネートピッキングでやりましょうっていうことをよく言っています。なんでかっていうと、オルタネートピッキングってもうリズムよくダウンアップダウンアップっていう風にやっていくので、まあ、リズムが取りやすかったりするんだよね。なので、ピッキングがごちゃごちゃってなるよりは、しっかりとダウンアップダウンアップでちゃんとリズムをとって交互にやっていくっていうことが大事かなと思います。3つ目、ちょっとねミュート気味に弾くっていうことが結構大事かなって僕は思います。まあなんでかっていうと、結構ね、エレキギターっていうのは常にノイズとの戦いなんですね。ノイズを出ないように弾くっていうところを意識してあげることが大事になります。なのでこういうふうに常に弦に触っている状態を作っておくと、ノイズは自然的になくなっていく、なくなるっていうか少なくなるものになるんだよね。で実際にこういうね、まあ歪みをプラスして弾いていく場合って、どうしても、まあ、ミュートに意識を持っていかないといけないわけなんだけど、常にもうなんかミュートかけるミュートをつける癖をつけておくと、結構ね綺麗に音が出るようになるんですよ。だからまあスイープとかもそうだよね。結構イングベイの僕 DVD とかビデオとか見て研究したんだけど、イングベイもめちゃくちゃミュートして弾くのね。でこういう場合にちょっとノイズじゃなくてこの歪みをプラスしてあげるとちょうどよにして、やっぱミュートを深めにかけておくと、まあ、音がクリアに聞こえやすい。こうやってでも音を伸ばすところはやっぱミュートは外さなきゃいけないんだけれども、基本この速いパッセージのフレーズに関しては基本的には右手でこのブリッジミュートかけた状態で弾くっていうことを僕は結構レッスンでおすすめしてます。ノイズが抑えられるし、音が結構クリアに聞こえるっていうことが、大事かなと思います。ぜひこれをミュート気味に弾いてみるっていうことをぜひ意識してみてほしいかなと思います。で、このソロのハイのこの上昇フレーズの後に、こんなフレーズ弾いてます。